8月の家族たちは2013年のアメリカ合衆国のブラックコメディ映画。原作はトレーシー・レッツの同盟擬曲である。擬曲はピューリッツァー賞を受賞している。暑さの増す8月、オクラホマ州ポーフスカを舞台に物語は繰り広げられる。括弧内は日本語吹き替え本作はジョン・ウェルズが監督し、ハーベイ・ワインスタイン、ボブ・ワインスタイン、ジーン・ドゥーマニアン。 スティーブ・トラックスラー、ジョージ・クルーニーらがプロデューサーを務めた。なお、クロエグレースもレッツも、ジーン・フォーダム役のオーディションを受けた。主要部分の撮影は2012年10月16日から、同年12月8日にかけて、オクラホマ州ポーフスカやバーテルスビルとカリフォルニア州、ロサンゼルスで行われた。本作は2013年9月9日に、 第38回トロント国際映画祭で初めて公開された。その後、2013年12月27日に限定公開され、2014年1月10日には北米で拡大公開された。また、2014年1月1日にはオーストラリアで、同年4月18日には日本で公開。限定公開された際、 上映館後間で179,475ドルを稼ぎ出し、1館あたりの平均は35,895ドルとなった。映画批評サイトロッテントマトズには138件のレビューがあり、批評家指示率は64%、平均点は10点満点で6.4点となっている。また、メタクレティックには45件のレビューがあり、 過重平均値は100点満点で58点となっている。第8回オクラホマ映画批評価協会賞の隠れたワースト映画賞を受賞した。ありがとうございます。